固体レーザー加工機の模式図1、加工対象の素材2、レーザーによる加熱できか、溶融した、材料3、レーザービーム4、レンズ5、ハーフミラー6、レーザー媒質7、反射ハウジング8、フラッシュランプ9、強10、トリガー電極11、遮断回路レーザー加工機とは、レーザーを用いて加工する工作機械の総称。従来の刃物や、切削器具では、加工が困難だった。 様々な素材へ、レーザー光を利用することにより、切削や彫刻、切断、穴開けマーキング加工を目的として開発された工作機械である。刃物など、接触する部位を使わないので一定の寿命がある、レーザー発信機以外は、接触部分の摩耗、劣化といった消耗部品の交換が不要であり、 また接触せず加工するため加工時に加工材が、応力、圧力による変形をせず、画像処理ソフトウェアと連動し、データをそのまま加工機に転送することで従来、必要であった金型の作成工程そのものが不要となり、多品種の加工が可能となった。立体的な形状の加工は困難で、中密度繊維板や板金等、二次元の形状の加工に適している。以前は、 ヤグレーザーや CO2 レーザーが主流だったが、ファイバーレーザーや高出力半導体レーザーの割合も増えつつある。ヤグレーザーや CO2 レーザーのような不可視レーザーを使用する場合、加工中の作業者が不注意により失明する危険がある。ため、加工エリアと作業者の間に開閉ドアなどが、装備されたレーザー加工機や、加工エリア内で異常発生した炎、 熱を感知して、作業者に危険を知らせる火災センサーアラームが付属した、レーザー加工機など、安全性の高いレーザー加工機が増加している。金属加工に特化した大型レーザー加工機は、精密なレーザー切断が可能だが、イニシャルコスト、ランニングコストともに比較的高価な機械であることから、製造コストが高騰する恐れ、及び用途によっては、 従来の金属加工の方法の方が安価な場合もあり、オペレーター等の人材も少ないことから導入が非常に高価になる場合がある。金属加工はできないが幅広い素材に特化した小型、中型レーザー加工機は内部混合ガスを封じ切りしたレーザー発信機を採用しているメーカーが多く、ランニングコストが良い。一部のメーカーでは、 アタッチメント式レーザー発信機を採用しているため、専門の技師の応援を依頼しなくても、作業者が簡単に交換できるようなシステムを採用している。また、導入時の費用も2015年頃までは、安い機種でも1台あたり最低でも10万円以上、していたが、同行のための高額系を大幅に簡素化できる。 高出力半導体レーザーが廉価になりつつあり、近年では個人をターゲットとした廉価な機器も販売されている。日本、アメリカ合衆国、中華民国、スイス、イタリア、ドイツ、中華人民共和国。ありがとうございます。